日島は、長崎県五島列島の若松島の北西に位置する島である。全島が、長崎県南松浦郡新上五島町に属する。住所表記は、長崎県南松浦郡新上五島町美島号。島内に公共施設はない。五島列島五島列島の若松島の北西約1トル沖に位置し、若松島から両西浦島。 有福島と島伝いに橋と防波堤によってつながっている。小さな島ながら最高点は244メートルと高く島のほとんどが山地である。集落は南の海岸に集中し、外洋に面する北西の海岸は断崖になっている。また野生の鹿が多く生息する島として知られる。古くから海上交通の要衝であり、 県随市、県東市の寄港地でもあった。室町時代には大陸との貿易船の寄港地であったと考えられ、江戸時代には漁業で繁栄した。1889年から1956年までは、若松島の西側と両西浦島、有福島を行政区域とする日、島村として自治体を形成し、当初は島に役場が置かれたが、1897年に、 両生浦島へ移転した。現在、過疎化や少子高齢化による人口減少が著しく進行している。前述の通りは松島とつながっているので、若松大橋を経由して中通り島の奈良港や有川港から陸路で通行できる。2000年代まで道路事情が悪く、若松島からの町営旅客船が通学などの生活の足となっていたが、2004年以降は、 若松島の若松港から、町営の新上五島町スクールバス。2014年以降は、西小江自動車の一般路線バスが運行されている。長崎の島長崎の島紹介。五島、五島のプロフィール。地理院地図長崎県南松浦郡。新上五島町比島京日島。有福島。両星浦島。若松島の北に連なる島巡り。上五島。小じポータルサイト。 ありがとうございます。